はい、おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの高見五郎です。マテリアルのあきです。カモンの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということで今日はですね、5月14日、はい、5月半ばです。いやもう本当ね、あの何やろ、婚姻山子としてこのことやなみたいな感じで、あっちゅう間にどんどん日が過ぎていくんですけども、はい、はい、で、今日はどんな日なんでしょうか。はい、あゆみなこの日なの日、気になる日、はい、ボイシの日。お、はい、来たね、ゴロ。ボイシの語呂合わせから来ております。はいはいはい、日本で唯一のハマグリのボイシの産地である宮崎県。唯一なんだ。はい、唯一ハマグリのボイシを販売している、はいはいはい、製造販売しているところですね。三井市株式会社が制定しました。はい、で、まあね、ごいし、ごいし、ごいし、はい、ごいし、ごいしとか囲碁の文化の、発展と普及が目的で、はいはい、記念日が作られております。はい、この間もね、あの最年少プロ、女流プロ の、 あの中村かおるちゃんがあのちょっとタイトル挑戦して負けましたけどね。でも頑張ってますね。はい、ごはあれですね、囲碁はルールが分かんないですよ。まあ難しいのは難しいですね、確かにね。なんせね、5番の目が多すぎる、はいはいはい、だからね、将棋とかやったら、まあ、9つとかで決まってる、はい、それ以上ありますからね。でそこにその定石を置いて、それをこう少しずつこう、はいはいはい、ね、あの囲っていくやろうみたいな。場所取りみたいな感じ。そうですね、はい、陣取りゲームなんですよね。だから石を囲ったらそれ取れるってやつ。はいはいはい、そういうことだから、なかなかね、その、なんてやろう、だから戦国武将とかがすごい好きで、だから武田信玄とかね、そういう人がどういう手を打ったかっていう棋譜が残ってるのよ。そうなんです、そうなんです。でもブロックスに似てますね。ブロックス近いかも ね、 ね、ですよね。こう自分の陣地を取っていって、そう相手がこう攻められへんように囲っちゃうみたいな。だからちょっとずつこう置いていって大きく囲えばええねんけど、その途中にこう相手が逆に置かれたりとかして、こう前進まれへんとか、まさにブロックス。ブロックスですね。最近やってないからまたやりましょう。いやブロックスやりたいよ ね、 ね、 もうね、あれ楽しかったもんね。はい、やりたいと思います。はい、はい、やつの次が5月14日のはけん玉の日です。けん玉の日、はい、けん玉が、できた日ですね。現在のけん玉の原型となる日月ボールが、はい、広島県呉市に、はい、呉で江口正治さんっていう方が考案して、はい、実際に作られて販売された日となっております。なるほど。けん玉ね、僕の友達でね、土屋君という人がいるんですけど、シナリオセンターの友達なんですけど、はい、今あれですよ、もういろんなやつの脚本書いてます。それこそ日曜劇場とか、TBS 系のやつはよう書いてはるんですけど、で彼はけん玉が得意なんですよ。で八尾の人なんですね。はいはいはい、で多分撮影の時に来てくれてたと思うんですけど、でその土屋君が八尾でなんか奥さんがなんか、なんかフリーマーケットとかやったりとかしたりした時にけん玉教室とかを彼やるの、教えれるぐらい、教えれるぐらい、教えれる、すごいな、なかなかの腕前で、はい、まあそれだけなんですけどね。けん玉で世界をつなぐを合言葉に、はい、けん玉を、世界的に、けん玉今すごいですから、そうですよ ね、 もうなんていうの、すごいカラフルないろんなやつがあって、競技けん玉なんやけど、その日本のけん玉とまた違う世界のけん玉があるんですよ。ヨーヨーとけん玉はものすごいですね。そうですよね、はい、日となっておりました。はい、ということですね。はい、はい、そんな日だったんですけれども、はい、今日はですね、このプレゼンありかなしかなんですけど、はい、このプレゼンありかなしかで、このプレゼンありかなしかをプレゼンするというね、いうことをやってみたいなと思ってまして、はいはい、まあまあだからプレゼンというよりは、はい、要は皆さんぜひこのプレゼンありかなしかに参加してくれというお話をちょっとね、はい、させていただこうかなと思ってまして、うん、はい、もう100回超えてね、やってるわけなんですけど。はい、
数々いろんな方がプレゼンしに来てくださって、そうですよね、はい、もうそれこそねビジネスのお話から、うん、道場経営のお話からある人は何やったかな、そうそう漫画の技を実際に実践で使うとかっていうのを一生懸命やってくれはった空手の先生とかもいらっしゃいましたけど、はい、だからいろんなパターンがあるんですよね、このプレゼンありかなしかっていうコーナーそのものに、うん、なのでぜひその僕も映画取材とかさせてもらってますけど、うん、それを、プレゼンやってるとかっていうのも、まあ、最近増えてきたんですけど、うん、そもそもは この番組って、ムービーズカフェマテリアル谷町っていうのをいろんな使い方できるから、うん、いろんな風に使ってくださいっていう意味で10分間使っていいよっていう、そうですね、そういうコーナーなんですよね、はい、だから、まあ、僕の友達でシスター系とかが歌いに来てくれてここで歌ったりとかするのも流したりとかさせてもらってますし、だから私の歌売りたいんで聴いてくださいとかって言って来てもらってここで歌ってもらってもいいし、そうですね、そうそうそう、で何やったら漫才師の方がね、ここで10分間ね3ネタぐらいネタやってもらって、っていうこともできるし、いろんな使い方ができるんでこのコーナーで、はい、ぜひまあいろんな人に来てほしいなというお話を、まあ今させていただいているという感じですね、はい、まあだから過去で言うと今までそうですね、お店とかで言ったらそのバーの、ね、バーオープンしますとかっていうので、ね、オープンをするんでぜひうち来てくださいみたいな話もありゃ、ビスポークのね、千葉ビスポークのね、スーツを作ってらっしゃる、はい、瀬島さん、はい、オーダーメイドのスーツ作ってらっしゃる瀬島さん来ていただいたとかもありますし、はい、あとね面白いのがデスメタルチャイナ、デスメタルチャイナ本を紹介しに来てくれた田辺君の、僕の名門山本高校の後輩の田辺宏君が自分の著書のね、メタルが大好きなのでということで、デスメタルチャイナ持ってきていただいて紹介していただいたこともありましたし、はい、本で言うともう一人ね、谷口さんが、はい、来ていただいて、まあ、尼崎城をね舞台にした本のお話とかね、はい、をしていただいたりとかっていうのもありましたし、まあ、いろんなその、まあ、宣伝でどんどん使っていただいていいですし、はい、いろんなプレゼンの仕方ができるので、もうこのねこれを使えば、うん、はい、リモートでもできますから、大阪にいないんだけどとかでも全然大丈夫ですね、はい、いろんなパターンで、ぜひこのプレゼンありかなしかを使って、しかも意外とね皆さんねこれね、ここ座ってみたら分かるんですよ。ほんまに判定って言われた人がドキッてするんですよ。めっちゃする。絶対丸やってって思ってんねんけど、はい、ま、×やったらどうしようってどっか思うから。瞬間は本当に。そうそうそう。今のところ×は僕が、はい、唯一出したという形になってるので、はい。はい、×はね、なんやろ、全然ほら見えてないやん。そのどういう状態にされてるのかっていうのは見えてないで喋ってんだけど、うん、どうせ今俺の顔って表情って見えてないねやろなと思うと、もうここで何のコメント言うても無駄やんとか思ったりするので声もなんかもう変えられてるしみたいな、それがやっぱりやられたら嫌やなと思うと、やっぱ判定って言われた瞬間ドキッってやっぱりするのね、うん、数々いろんな人来たけどやっぱりみんなドキッとしてるもんね、ねですね、あれよかったみたいな、そうそうそう、あよかったってみんな絶対言うから、いやだってそんな罰なんか出すわけない、いやそんな分かれへんしみたいな、あとあれやね、この間来てたと3度目の正直の監督が、いや罰は出さないですよっていうのが大阪のフリかなと思った、あ言ってましたね言ってました野原監督ね、はい、まあだからそんな感じでまあそういう楽しみもあるしね、これ経験すると結構面白い、面白い、まあそういうのを楽しみに来ていただいてもいいんじゃないかなと思ったりもしますし、はい、まあそれこそそのねイベントの告知でね、はい、西成ドラゴン映画祭とかの告知もさせていただきましたし、一番この、番組を使ってメリットがあるのは、要はねただで10分間の告知ができて、その URL を別にどっかに貼り付けてくれたら勝手にみんなが見てくれるっていう、うん、はい、この番組自体にすごいこう宣伝力はないかもしれないんですけど、PR 動画を10分間の PR 動画を、まあ、自動的に作れると思っていただいたら、うん、それを必ず YouTube に上げとくので、うん、それをアクセスしてもらうように皆さんで使っていただければ、うん、わざわざ自分で編集する必要もないし
なかなかないっすよ、こんなあのフルでほとんどの文字を押さえてるっていう編集って。あの分かります、これどれだけしんどいか。あのなので、あのそこまでやってるところもなかなかないと思いますので、ぜひそれ使っていただいて、でその後この番組のこの真ん中ぐらいのところ出てるからっていうことで、宣伝していただければ十分、その宣伝用動画としてね、使っていただけると思いますんで、そんな感じで、バンバン使っていただきたいなって思ったりはするんですけど、なんか覚えてるプレゼントがあります？でも谷口さんの、あの本当にこの本の紹介の時に、との恐れながらブラックでござる、はい、はい、の時に、はい、もうなんかすごくこう見つめ合う時間もあってなんかもうちゃんとね、こう書いてきて、自分でフリップ用意してきたんだから、プレゼンっていうのをちゃんと準備万端にしてきてくれてるのはすごいなって思って、そう、あの今までほとんどね、あの僕との掛け合いでなんとか10分も出せるというパターンやったのが、はい、もう10分間きっちりあのフリップ持ってきて、俺が口挟む間があんまりないという珍しいプレゼンをやってくれたという、ね、はいはい、そう、すごい印象的でしたね、はいはい、あれはすごかったですよね、はい、おさごさんなんかない、まあ、一番印象に強いなっていうのは、はい、やっぱりバナナの かぶりなんですよね。はい、あ、純美ちゃんね、純美ちゃんね、はいはいはい、はいはい、そう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 、そうそうそう、うんちの話を、そう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 ね、なんでバナナなんて言ったらうんちっていう、まああのお通じにしねっていうね、そうですね、そうそうそう、印象的でしたね、はいはい、八尾でね、あの肌文字というあのエステサロンをされている、はいはい、文字純美さんですね、はい、純美ちゃん、あの僕の幼馴染で、はい、来てください、一個年上なんですけど、はいはい、映画の撮影の時に顔を出してくれてます、はい、はい、っていう感じですね、はいはい、まあそうですよね、だからいろんなプレゼンが ね実はあって、はい、面白いのがいっぱいあるんですけど、例えば自分で店やってはる方も、うんうん、なんか改めて自分の店を紹介するってなって、はい、まだ違う感覚になる、確かに確かに確かに、それはね、なんかそういうところで使っていただけたら面白いですね、うんうんうん、割とそのずっとやってるとそんなことってどうなんやろって思うこともあるけど、はいはいはい、人に伝えようと思うとね、はい、また全然違う角度で、そうですね、見ることができたりとかするんで、うん、きっとまたビジネスのお役にも立てるんじゃないかなと思ったりもしますんで、はいはい、あとはまあそうですね、その映画関係者の人でね、はい、これ見てる人はあのまた作品の、はい、あのプレゼンしたかったらガンガン来ていただいて、はいはい、使っていただけるんでね、そう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 、本当に使っていただける、うん、そうなんですよ、あの上映も使ってもらえるしね、はい、はい、その後で上映したかったらここでそのまま上映会もできます、はい、はい、うん、そう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 、だからね、D メンバーズっていうね、あの、はい、そういうのもやろうと思っていて、まだあの告知はしてないですけど、あの監督さんだけのね、メンバーシップなんかも作りたいなと思ってたりとかするんで、まあ、それもまた後ほどそのうちあのご紹介させてもらえたらなと思ってます、はい、はい、そうですね、はい、なのでこのとにかくこのコーナー、はい、10分間っていうものすごい長い時間なんですけどPR のその時間をフル活用できるという、はい、あのそういうコーナーになってますんで、ぜひぜひ、10分間を、はい、ここで思いっきり使い倒して、はい、でかつその後の動画もどんどん使い倒していただくというふうに、していただけば、まあ、確実に宣伝のお役には立てると思いますんで、うん、はい、我こそはと思う人はあのコメント欄でもいいし、いいですし、あのうちのメールアドレスの方にあのメールいただいてもいいですし、あの日浦の方に直接言っていただいても何でも構いませんので、ぜひぜひ言っていただければと思います。ただあのどうしても収録があるので、あの来週出してとかはできへんので、はい、あの月2回、2本ずつ収録してる感じなんで、できたら1ヶ月前ぐらいに声かけていただいたら、うん、はい、整えて、入れさせていただきたいなと思ってますんで、はい、ぜひ、このプレゼンありかなしか、皆さんのご応募お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。ちょうど10分ぐらいなんですけど、はい長いな10分って。俺もずっとさ時間見ながらまだかな、おお全然経ってねえわと思って、なかなか、ね、調子に乗ってくると、うん、乗ったと思ったら短い、ね、そう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 、意外とね、そうそう、あれってまだ行ってへんのみたいな感じで、はい、ちょっと、うん、あのみんなやりながら言いながら、俺も結構時間かかるな、時間気にすると結構あれ長えなって、ああそう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 、気にせず喋り出すと、そう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 、あれもうあと1分しかないってなるんですよね。あのよくあるよくある、はい、あの僕もあの昔柔道やってた時に、うん、あのもう夢中でやってる時はもう全然早く進んでるので、ところがふって見た瞬間、え
え、まだあと1分もあんのとか、ね、みたいな。そう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 。で本気でグーって噂グーってかけたらすぐにスタミナなくなってまうから、うん、あのその辺の配分をそこから考えるようになるっていう。そうすると負けちゃうんですけどね。そんなこと考えずにやらなかったんですけど、はいはい、はい、ということでございました。はい、はい、では次あゆみ。はい、はい、お店の情報です。はい、はい、本日、はい、本日チョイスの日行います、はい、イエイ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 。今日と明日チョイスの日行います。はいはいはい、ぜひぜひお越しくださいませ、はいはい、内容はこの後、はいはいはい、きっちりと、はいはい、きっちりね、はい、やりますので、むしろそっちの方が俺長いんちゃうかな。そうですね。はい、はい、はい、いつものようにワンチョイス1500円で、はい、ドリンクお貸し付きとなっております。はい、通常し楽しむ方は500円引きの2500円。はい、はい、合ってます。2500円。チョイス楽しむ方は1500円引きの3000円となっておりますので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、はい、です。はい、そして、時間が、13時スタートの16、はい、ファーストチョイスが13時スタート、はい、セカンドチョイスが16時スタート、サードチョイスが19時スタート、それぞれ30分前のオープンとなっておりますので、はい、お越しください。はい、はい、そして、その翌週ですね、21日が、はい、マテリアル雑貨店となっております。10時から18時のオープン時間となっておりまして、はい、入場は無料となっておりますので、はい、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。はい、お願いいたします。はい、はい、ということでお店の情報は終わりになりますので、さあ来ました、はい、さあ今日の、はい、グッチョイということで、はい、今日のグッチョイなんですが、はい、はい、ロビン・ウィリアムズ特集ですね。はい、特集を行います。これはなぜそうなったかというと、はい、はい、私です。はい、いやもう、いやもう、そうそうそう、いやなんかね、どうせやんねやったらね、はい、あの好きなやつをって思う中で、ロビン・ウィリアムズ、この間たまたまのグッド・ウィル・ハンティングの夜中にあの NHK でフル放送やってたのを見まして、久々に見てもやっぱりあのグッド・ウィル・ハンティングすごいいいなと思って、で、本当にロビン・ウィリアムズって名優なんですよ。まあ、あのオスカーも取ってますしね。で、あの彼の作品ってすごいいっぱいあって、で僕の中では実は映画何が好きって言われた時に必ず答える作品がいくつかあるんですけど、そのうちの一つがフックなんですよ。フックなんですよ。フックっていうのが、あのいわゆるそのピーターパンですね。ピーターパンが大人になったピーターパンという方で、その大人になったピーターパンの役をロビン・ウィリアムズがやってるんですよね。はい、まあまあまだ40そこそこぐらいだと思いますね。はい、まあその辺があるので、ロビン・ウィリアムズ久しぶりに見たいよねと思って、うん、ぜひ特集してくださいと私の方から直訴しましたら、急遽この日に14、15でやることが決まりまして、はい、2日間です。6本です。6本全部ロビン・ウィリアムズです。すごい。これでラインナップさっき言おうか。あ、そうですね、はいはい、本日14日土曜日は、はい、ファーストチョイスがロビン・ウィリアムズベトナム、はい、セカンドチョイスがロッド・ウィル・ハンティング、はい、サードチョイスもうね、だからね、この日はね、みんな泣くつもりであのタオル持ってきてください。タオルいるかな。めちゃくちゃ感動共演ばっかりでしたから。あのグッドモーニングベトナムもうあのね、グッドモーニングベトナムっていうところから始まるラジオのあのお話なんですけど、で、まあ、これも結構感動するやつし、あのグッドウィルハンティング、あのこれはあの主人公はあのあくまでもマット・デイモンなんですけど、マット・デイモンの主人公を担当した、まあ、あの心理学者で、この2人の関係があの全くその先生と生徒なんやけど、だん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 こうなんか疑似親子みたいな、あの両親を知らないあのすごい天才的な子供と、その子をなんとかマットにしてあげたいと思う心理学者、こう2人の関係性がね、あのすごい感動的な内容になってるんで、はい、はい、はい、15日日曜日、明日ですね、はい、はファーストがリセスダーク、はい、セカンドがエナードが、はい、サードがフ
フックですね。まあまあだからミスデスダウトは、まあ、これも感動するんですけどね。めっちゃ好きなんですよ。はい、そうそう、面白い、面白い、めちゃくちゃ面白い。だからロビン、だからトッツィがね、前に一回、はいはい、あのほら、あの高橋さんがトッツィを紹介したんです、はい、でトッツィの現代版っていうか、より焼き直したやつなんですけど、でもこのミセスダウトをロビン・ウィリアムスがやることでものすごくおかしくなるんだね、はい、うん、面白い。あの離婚してもうて、あの会えなくなった子供と会いたいから、はい、あの女の人の格好をして家政婦としてお家に入っていくっていう。ほんでなんかもうあのなんか口真似とかなんかモノマネとかがうまいから、それをね途中でいろいろ入れまくって、そうですよね、モノマネのお笑い芸人ですよね。そうそうそう、お笑い芸人の、はいはい、そうそうそう、はい、もうだからでなんかいつの間にかなんかすごいこうなんかすごい家政婦さんみたいな、はい、あのことになって、なんかテレビに出ることになったりいろいろしてきて、あのバレるバレないみたいなところも見て、はい、すごい面白い、ハラハラしながら、はい、楽しみながら見るところ、はいはい、まあそれ一発目、はいはい、でレナードの朝がね、これ もう泣きますね、はい、これは感動的なやつですね、はいはい、そして最後にフック、締めはフックですね。まああのこのフックはね、もう僕語らせたらね、あの作品以上に語ってしまうと、ね、あの多分言うたらあかんところを言うから、あのあんまり言い過ぎる方がいいんですけど、あのただえっ、ー、とね、何がすごいかって、僕これ大学生の時に見てるんですよ。大学生の時にこれフックが上映されてて、で、あのラストシーンで僕泣いちゃったんですよ、ね。で、まあ話自体は、いや本当は泣くとこじゃないんですよ。泣くとこじゃなくて、あ、よかったねって言って終わるとこなんですけど、そこでちょっと泣いちゃったんですけど、あのその、内容としてはロビン・ウィリアムスがやる役はピーター・パンなんですけど、大人になってアメリカで大成功した会社の社長なんですよね。で、男の子と娘2人の子供の親 でなんだけど、お父さん忙しすぎて、いつもその秘書が代わりにビデオテープ、ビデオを回してこう、ありがとうございます。そうそうそう、だから、男の子は野球チームで、スラッガーやねんけど、そのきっとパパ見に来てくれるって言って約束したかなと思って一生懸命張り切ってこうやろうとしてんだけど、あのパパまだかなって振ってみたら、そのビデオを回してるその部下がいるって、でそれを見て落胆する。で、女の子の方は、学芸会でなんかシンデレラかなんかの役やるんだけど、それを見に来てくれるって約束してるからきっと見に来てくれると思ってるんだけど、そこへまたあのカメラを持って現れる秘書さんみたいな感じになって、でパパは嘘つきって言ってすごいこうパパのことを嫌いになっちゃってる子供2人がいるんですよね。でこの2人連れてロンドンの、もともと孤児院出身っていうことなんですよ。でピーターマンはあの人間界に来た時に孤児院で育つ、でその孤児院を経営しているおばあさんがいて、そのおばあさんの娘と結婚してます。だから里帰りするときにその孤児院に帰るんだけど、でその家族4人で帰るんだけど、そこで子供2人がフック船長にさらわれる、寝てる間に、はいはい、で、それを取り戻さなければと思ったら、どう、欲しく取り戻したかったらネバーランドに来いって言われるんだけど、生き方が分かんないと思ってたら、まあ、あるきっかけでネバーランドに行けて、それはあれですか、現あの個人は現代の実在するところで、はい、でフック船長がネバーランドから出てきたって、そうさらに来た、はいはい、でだけどネバーランドですよ、最終的にネバーランドが舞台になっちゃう、でネバーランドにピーターパンが行って、でところが自分がピーターパンだったことすら忘れてるから、戦い方も分かんないし、で何よりそのもう40過ぎのおっちゃんなんで、もうメタボだからもうダブダブで動かれへんみたいな感じで、それをネバーランドにいたかつて一緒にフック選手と戦っていた子供たちが、ピーターパンだったことを思い出させてくれて、一緒に彼らと生活してるうちにだんだんとどうやったらいいかが分かってくる、で生活をするんですか、そう一緒に生活するんですよ、はい、でやっとその戦えるようになったって言って、そのさあ、フック船長と戦って取り返すと取り返しに行ったら、今度は子供たちがその間にフック船長に心をつかまれてるの要はお父さん嫌いなのかって言って、
あの私はお前たちに何でもあげるよって言って、ほらあのケーキがいいかいとかね、一緒にじゃあ野球やろうとか言って一緒に野球やってくれたりね、だからそのお父さん代わりをフック船長がやるで、あの結局その何あのそのお父さんがせっかく迎えに来たのにパパ嫌いって言われちゃって、であのそこからどうやってこのピーターパンが子供たちを取り返していくかというお話になるんですけど、このフック船長をなんと誰がやっているかというと、なんとダースティン・ホフマンがやっている。でこれね、気づいてほしいんですけど、ミセス・ダウト、さっき言いましたよね、ミセス・ダウトはトッツィの、まあ、あのちょっとあのアレンジしたやつっていう話ですね。トッツィはダスティン・ホフマンがやってたんですよ。だからトッツィとミセス・ダウトが一緒に映画に入ってるの。そう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 。これなかなか面白いですよ。なかなか面白いですよ。だからぜひあのミセス・ダウト見た後にトッツィ先入れる。いやいや本当にだからそういう楽しみ方があるんですよね。でもね、ダスティン・ホフマンがね、フック船長ですよ。めちゃくちゃ面白い。でこれもともと実は、フック船、まあ、ダスティン・ホフマンがあのこの、フックの物語の話っていう話が来た時に、あじゃあ、その子供向けの映画なんだったらもうあのスピルバーグにやらせようって言って、これ監督スピルバーグです。スティーブン・スピルバーグ監督で、そのロビン・ウィリアムスがあのピーターパンをやって、フック船長をダスティン・ホフマンがやってる。あのよく見ていたところ結構名優出てますあこの人見たことあるみたいな人いっぱい出てくるんで、はい、ぜひそれ楽しみにしていただきたいですね。いろんな意味で楽しめるあの、ね、ロビン・ウィリアムス特集ですので、はい、グッチョイよろしくお願いします。はい、14と15、はい、今日もあります。今日は涙涙なので、はい、ぜひあのタオルを持ってきてください。はい、以上今日のグッチャイでした。グッチャイ。はい、グッチャイ。はい、ということでエンディングでございます。やっぱり考えてた通り、あのプレゼンよりこっちの方が長かったね。まだまだ喋れる。いやもう全然喋れる、全然全然喋れる、もっと喋れる何もでも喋れますけど、はい、まあまあまあ、こんな感じでございますが、はい、はい、ぜひね、このプレゼンコーナーにね、挑戦者として、遊びに来ていただければ、まあ、いろんなメリットあると思いますので、ぜひ来ていただきたいと思います。そして、今日と明日はロビン・ウィリアムス特集で、はい、だいぶ濃い話になるかと思いますが、ぜひ、楽しんでいただければと思います。はい、はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。